はいどうも皆さんこんにちはこんばんはミヒトです、今回アイデンティティ5の方で何やらアップデートということで新しいキャラが1週間先行で使えるようになったみたいですね。この限定衣装を手に入れると踊り子っていうサバイバーらしいです。踊り子ってこの踊り子オルゴールを携帯し2種類の異なる曲を流し、範囲内にいる者たちの行動速度を変化させるっていう、いまいちパッとしないなぁ。パッとは頭に浮かばないんですよね。ちょっと力が。こっちじゃない。戻りすぎですね。こっちですね。彼女踊り子。感情的なもつれから夫と離婚して以来、経済的に安定したことがなかったマルガレータは、自由には別の一面があることを理解した。億万長者になれるチャンスを彼女は当然に逃したりはしなかった。というわけでこのゲームに参加したんですかね。リユースとオルゴールを携帯し2種類の異なる曲を流すことができる。音楽の届く範囲内でサバイバーおよびハンターの行動および操作は音楽のテンポに従って速くなったり遅くなったりする。しかし変化する速度はそれぞれ違いがあり、同じ傾向の音楽が重なると効果も重なるが、重なった効果は少しダウンする。スキルを長押しして力を貯めると音楽の範囲が拡大され、さらに上空からの視野を獲得する。上空からの視野、これはハンターから逃げるのになかなかいいのではないでしょうか。二重奏に習熟しているため踊り子自身は音楽による減速効果の影響を受けない。ってことは減速は受けないから代わりに加速効果は受けると。いいですね。サーカス団出身の踊り子は身のこなしが軽い。高いところから落ちた後その勢いを借りて移動速度が30秒上昇する。持続時間は3秒でクールタイムは40秒。へえ。ってことはなんだっけ、遊園地月の顔公園だったけど、あそこでピョーンって降りたりしたら移動速度が上がるんだ。30秒、違う、3秒 30%、 30秒も上がってて、やべえな。踊りが臆病なため集中できず、暗号解読速度が 10% 低下する。仲間が一人脱落するために恐れを感じ、窓、板を操作する速度が 15% 低下する。最大3層まで重ねがけさせる。ちょっと失礼。つまりはあれですか、味方が死んでいくともうとんでもなくなっちゃうよと、弱くなっちゃうよってやつですね。ということはまあこれ何役ですか。ハンターとの追いかけっこ役ではない、また特殊なキャラクターですね。面白そうだ。あと何やら2話師の何このキャラストーリーとかいうのが出たみたいですね。他のキャラクターは確かないんですよ。ないよね、医師だけ。まあやっぱりなんかこのゲームの主人公って医師とレオ、あの復讐者っぽい感じで出てましたしね。キャラストーリー、魔物語キャラ日記推理に進みます。推理中はいつでも中断できますが進行度は保存されませんということで、まあここからはね、この後の動画はこのキャラストーリーは皆さんがプレイしてみてください。まあ知ってる人もいるでしょうけどね。いや確か YouTube にも出てましたので、はい、以上です。まあ、こんな感じで終わるのもあれなんで、まあ、ひとしは行きますか、もちろんサバイバーで行きまーす。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、やっていきましょう。赤の境界。私は今回新眼を使っていきます。久しぶりです。普段調光師ばーかり使ってるんですけど、味方に一人調光師がいたので譲りました。白黒無常かな。決定でお願いします。何やら出てるのに今気づきました。おや、譲ってくれた空軍さん、僕に譲ってくれたっぽいかな。まあ、2人で解読するのはあれやーと思ったのかもしれませんね。嘘やろ。やめてくれ、頼むから。あ、白黒文章。待って。待って。どこ行った？あ、これは泥棒が気を引いてくれたパターンかな。というわけで、ちょっと、嘘でしょ、帰ってきたよ。あ、どこ行った？ちょっと待って。どこ行った？あっちに行ってる。向こうにもう一人いるのか。超高しか向こう。移動した？
怖い。白黒無常の能力いまいち知らないから怖いよん。うせやん。今のは成功したと思ったんだがね。よいしょ。ちょっと一人で行動するのは怖いですけど。こっち行こう。ここある？あ、ここないのか。あ、調光師が一発食らった。でも、調光師の能力を使えてないっぽいですね。あと少々カクカクしますね。ちょっと今、携帯修理中なんで、大回帰でやらせてもらってるんですけども、ちょっとカクカクするかな。まあ、大丈夫。そこら辺はアンドロイドの残念なところだ。残念なところ。調光師！ちょっと私にはどうすることもできない。というわけで私解読してるんで、心眼じゃない、空軍もしくは泥棒さんに頑張ってもらうしかないかな。あの味方さんが受難つけてくださってれば、味方の動きがわかるからいいんでしょうけど。あ、わかるっぽいね、これ。受難つけてくださってるっぽいです、調光師さん。ありがたい。ドン。キャンプはしてないですね。ただキャンプはしてないけど、こっち来るな。待って、勘弁して。心臓ドクドクが聞こえなくなったんで、逃げよう。こっちに来るか。無常さんよ。白黒無常さんよ。こっちに来られるとちょっときついんだ。え？どこだ？どこで受けたダメージ。あー、向こう、瞬間移動したのかな？早かったな。はい、オッケー。調光師がちょっと、きつそうだな、あれ。でもこれ、こんまま、あ、これ、こっちに行くと墓場の方で、やってるのか。ちょっと、心眼さんはね、助けには行けないので、空軍と泥棒さんに任せたいんですけど、泥棒さんは、マジか。敵さん、まさかの、監視者タイプか。どうすかい。キャンプはしてない。キャンプはしてないが、死んでしまった。まず一人脱落してしまいました。あ、泥棒さん、ここやってたんか。すんません。あ、空軍が頑張ってくれてる。じゃあ、二人でここをやれば早いのでは？敵さんは瞬間移動持ってないっていうのは分かってるので、了解。解読に集中する。嘘やろ嘘やろ。空軍は銃持ってるから、最悪引き分けか。この45秒くらい ?1 分も確かないと思うけど。あ、空軍！解読に集中して。する。頑張る。ドン。そこに座らされる。ちょ、待って、泥棒さん。お、逃げた。いや、逃げれてねえわ。あのさ、タイミングがひどいよね、ほんとね、この調整の。勘弁して。勘弁してくれ。調整のタイミングがほんとクソなんだけど。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。